はいみなさんこんにちはふたラボの神野です国会学園大学の佐藤ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのコンテンツは学生の悩みを解消し明日からのアクションにつながるヒントをご提供するコンテンツになっております、うん、お願いします今回は優秀な人材とはっていう話でちょっと話しようかと思うんですけども、うん、まあちょっと一言で多分言いにくい話かもしれないんですけど、うん、まあこれまでもこう先生にいろいろこう仕事力の話であったりとか まあそのいろんなこう学習の仕方とかいろんなこのね切り口でお話しいただいたんですけど端的に先生が思う優秀な人材像 何ななんんだろう,っていうのが気になるんですけど立場が大学の先生なので、うん、その学生とか社会人になるまたなりかけてる人たちに対してのこうイメージで持ってるその優秀な人材像だと思うんだけどよくさ例えば就活とかでさ、うん、その優秀な人とか企業が求める人とかあとは競争力人材ってキーワードね、うん、経団連だけどあったりするんだけどそこでやっぱり求められてるってコミュニケーション能力と主体性なんだよね。もうこれがずーっと企業年年も30年も求めてる 問題はその言葉としてはコミュニケーションとか主体性って言うのは簡単なんだけどそれが意味しているものが何かっていうのが結構いまいちピンときてない人が多いような気がす,る、ねそうですね、目に見えないというか測れないですもんね,ねだからコミュニケーションとかね人をものおじせずにしゃべれるとかねぺちゃくちゃしゃべるのが得意だとかっていうふうに思ってる人がいると思うんだけどコミュニケーションの能力も実はその延長線上にあるその主体性も結局はコミュニケーションだから相手の意図をつかみ取ってそれに的確に答えるかどうか。 っていうことだよっていう話をしてるのねで、それどういうことかっていうと一言で言うと相手の気持ちになって考えられるかどうかっていう単純な話だと思うんだ。で、これはもうちょっとちゃんと言うと自分の中では仮説を持って行為できるかどうかっていうことにも関わっているような気がする、ね、ちょっとこう意味がわかるちょっと話飛んでるかもしれないんだけども相手の意図を掴み取って的確に答えることっていうのはさ例えば をを売るる場面を想像するとすとごく簡単じゃない、はい、お客さんに何かを買ってもらうっていうふうに製品を持っていった時にこれを買ってもらうためにはこっちがどう売りたいかよりもどう相手にとって買いたいかを考えられなければダメなわけで,、うん、でそうするとこの製品いかにいいですよいいですよいいですよって言ったって買ってくれないわけだよね。うん、お客さんかから見ててどういいかってことに 共感をよ呼んででもらわわななきゃダメなわけででそうすると自分がお客さんの立場だったらこの部分がいいと思うよねってことをお客さんの目線で見つけていってそれを営業を特に入れなきゃなんないわけだし例えば上司からさ命令を受けてね例えば明日朝ね会議があるからその準備しといてって言われた時に本当に会議室を開けてね電気だけつけてるやつとねお茶用意して資料をくらば配っておいて部屋温めておくっていう人との差っていうのは何かもちろん言うまでもなく後者、うん、の方が仕事できる人なんだけどそれは上司が。 会議の用意しといてって言ったときに、何を意図しているかってこと。を上司の立場で考えて、掴み取って、それに的確に答えるってことをやってるから、なんだよね。<ー>結局、仕事力とか、まあ仕事力、イコール社会人として活躍する力っていう優秀さで考えるとするのは。うん、相手の意図を掴み取って、それに的確に答えるかどうかって、コミュニケーション能力がすべてなわけだよね。<ー>で、相手の意図に、だって、まあ、意図を掴み取ることができるわけ、だから。 それは誰に頼まれるまでもなく答えが分かってるわけだからやってみよううと思うわけだよね、うん、だから自分からやる主体性もついてくるって可能性が高くって、はい、だからこれつながってると思うんですでもやっぱそれって意外とまとめてたりもするし、うん、そんなに大きく外れてもないからお、うん、のずと成果とか結果もついてきやすいって話ですか 1> 第1弾目の答えは多分これですっきりすると思うし何人かの人たちはこの話を聞いただけでなるほどそういうことかとなんかぺちゃペちゃしゃべるのがコミュニケーション力では仕事力ではなくって相手の人 か掴まなきゃダメなんだっていうふうに思う,っていうかにだから今の話で言っても一方的に例えば喋れる人でも相手の意図からずれてたら、うん、それてうざいコミュニケーションになる話、ね、ですも、うんね <laughs> だけど意外と問題なのはじゃあ相手の立場に立てるかっていうことそう、ね、これは難しい言葉っていうか言い回しで言うと視点の意向だよね自分の視点から物を見ているせ見えてる世界で生きるんじゃなくて相手の視点からどんなふうに世界が見えてるかっていうことを見ることができるかどうかってことだ 相手に視点を移行できなそうそうそうだけどこれって結構やりにくいと思う人もいると思うのねうん、うん、自分がどう思うかには自信持てるんだけど結局相手は他者だから相手の考えてることなんて分かんないよって思う人は、うん、結局それまでの人っていうことなんだよね、うん、俺先生なので学生と面談をしたりするときにそのたまに言ったりするセリフはねちょっとエゴが強いって言われるかもしれないけど例えば学生がいて「 お,お前がねあなたがその学生で自分だからといってあなた自身のことをあなたが一番理解してるっていうふうに思わない方がいいよむしろ俺の方が分かってる可能性あるよみたいなこと <laughs> いうことがあるのねでそれはどういうことかというと俺がお前ならそんなことしないしとか俺がお前だったらこう考えるから絶対そう考えてるでしょうっていうわけ。 でいや私はそう考えていませんって言われてもいや俺だったらそう考えるからお前はそう考えてるはずだとか押し付けちゃって <laughs> なんで自分のことを他者にこんなに言われなきゃなんないのって思うかもしれない結構あるのさで俺がその時に取ってる姿勢の大前提は相手は別の人間だと思ってないのさ同じ人間なわけだから俺がお前の立場だったらそう考えるからお前も絶対そう考えるはずだって信念なんだよねでこれに根拠はないの。 だからこそ俺は仮説としてお前だったらこう考えるはずだし仮説としてお前こう考えてると思ってるよっていう仮説を持つかどうかで外れててもいいの外れてたらなるほどそういうふうに見る視点もあるのかっていうふうに自分がワンランク上がるからで問題は仮説を持たないと何が起こるかって何も言えないし何も起こせないっていうこと。相手の立立場に立って でこうだろうなっていう仮説を持つからこそ行動できるんだけど相手の立場に立つことができなければこうだろうなって想像も立たないので結局こうしようってう仮説が出てこないし行動も出てこない、うん、結局その人は何もできないってことになるんだよねでその中でやんなきゃなんないからとにかく俺が思うやるべきことをやっておこうなんていうと勘の頃が悪い、うん、会議室を開けるだけの人間になってしまうということ相手が求めているものが何かを掴み取れないっていうことになるんだね実際にその部屋を使って 対議する人になりきって考えれば、うん、ただ部屋開けていくだけじゃ物足りないよやなっていうのがういい人は気づくと、うんね、これを平たく言うとその想像力が重要だっていう表現で言う人も多いと思うねでも全く同じことを言っていて、はい、想像力っていうのはいわば相手の視点に立って考えられるかどうか、まあ、もっと平たく言うと相手の気持ちになって考えましょうねってお母さんが子供に言うセリフなんだけど、はい、そういうことなのさでこれができないっていうのには意外と大きな壁があるんじゃないかなって。はい やっっぱり自分ととと他者が、ね、別の人間だだ思ってしまうとそれでアウトなんだよね相手も結局俺と同じ人間なんだから俺と同じように考えるはずだとそうじゃないとおかしいっていう思い込みをもとに仮説を立てて外れてたらその時謝ればいいからそれに基づいて行動してみようっていうふうに仮説を持ってそれに基づく行動を起こせる人と相手何考えてるかは分かんないし外れたら嫌だから仮説を持つのやめようとか行動するのやめようと思う人はいつまでたっても成長できないっていうこと。 だからその仮説の精度を高めていくためにもやっぱりそのいろんなことを行動して経験するってすごい大事なのかなっていうふうに思っていてやっぱその先生がさっき言った学生の面談とかでもやっぱ受け答えは結構多分今話聞いてるとあれ先生の,その押し付けなのかって勘違いしちゃう人もいるかもしれないけどそうじゃないよって先生が言ってたところには。 俺はこう思うからお前は俺の言っ通りにしろってう話じゃなくて先生がその学生の立場になりきっているっていうところの構造っていうことは、うん、少なからずこう近しい経験とか何かしらやっぱ先生もしてるから言えるっていう話なんですそうだね。いや俺も結構痛い目にあっててね、うん、そ,そういう態度を取ってるから学生に嫌われたりすることも多々あるわけさ <laughs> あの先生は押し付けてくるとかね、うん、分かってくれないとかっていうふうに言ったりするんだけど俺は信念としてね その人も同じ人間なんだから俺と同じように考えるはずだとで、その人がその人のことを自分だからといって完璧に理解しているとは思わないっていうものを持っている、ね、もしその人が自分のことだから自分のことを100%理解してるんであれば他者の存在って必要ないわけでしょだから俺が相談に乗る必要もなければその人は自分で解決していくことができるはずなんだけどそれがわからないからまあ迷ってたりとか壁にぶつかっているので他者が関われるっていうのは結局その人の視点になるっていう一点において可能なわけです だから人の役に立とうとかね関わりの中で生きていこうっていうことは他者の視点に立つっていうことと不可分なわけで、うん、それを避けて通ることってできないんだよねだけどこれを避けて通ろうとするから変な感じ外れてたりとか何かこうずれてたりとかなんかそういうふうにするというか人事って結構冷たいよ、ね、だからなんかこう結果につながっていかないような感じがこうすごくするっていうか。うんうん なんか別の、ね、ところでそのビジネスをどうやって進めていくかっていう話をよくしていてでその時に問いと仮説を回すことが大事だっていう,ふうな表現をしているの、ねうん、で、まあ、その話は置いとくけどその仮説を持つっていうことはその問いと仮説を回すっていうことと一緒でね回すっていうのはどういうことかというと一旦仮説を持つ多分この人こう考えてるんじゃないかだったらこうした方がいいよねって提案が生まれてそれを行為するとだけどずれてるんだよね、うん、外れてたりちょっと違ったりするわけだそしたら仮説を修正してもう1回う行動するわけだ。 こうやってえなんでこうなるんだろう多分こうだからだな相手の立場だったらこうだな仮説になるでその仮説に基づいて行動するとちょっと外れてるじゃあ相手の立場にもう一度立ち戻って多分こうだからこれずれたんじゃないかじゃあこうしてみよう仮説提案。 これをどん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 回すことによって角度が上が上っていくわけだよねで結局そういったことの一番ゴールのところに成果がついてくるっていう状況があるわけで一発で行かなくてても全然いいって話をするのね同じことでこの問いと仮説を回すってことが大事な理屈は簡単にもかかわらずそれを回すことができない人が多いのは相手の視点に立って考えることができないから仮説を持てないっていうところうもうちょっと言うと仮説を信じられないって感じ。持持っってててたとしても理屈上仮説持ってるだけで自分の行動に 移そうううとしなないいっていう行動を持ってて行動るるような気がするんだよ、ね、仮説ですもんねだから仮説イコール答えみたいなふうには全然違うってことですよね、うん、一発で答え出さなくていいっていうのはすごくうこうまとめてるっていうのはかに、ね、なと思って,て、うん、そこをこう勘違いしてしまう人が多い気はしてて仮説をもう考えている段階で答え出さなきゃみたいに思うから、うん、こう一発ホームラン狙いすぎて、うん、仮説を考えようともせずにかこう的からどんどんずれていくみたいな傾向がある気はしますけどね。 仮説っていうのはさ科学的な方法論をまあ噛み砕いて言ってるだけの話なんだけれども実はこれは科学的っていうこととは別にその日常的に俺たちがこう生きていく上ですごく合理的なやり方とかうまいやり方だと思うんだよね処世術って言ってもいいのかもしれないんだけど、うん、でそう考えると仮説でいいんだっていう楽観的な発想だって思ってほしいんだよね。100のの結結果とか結論じゃなくくくててててよくって仮の説に基づいて行為していし中で 徐々に良くくなっていくだけでも構わないしもうちょっと言うとだからこそ思っっっててももなかったところに転がっていく可能性もあるわけじゃん、うん、それがクリエイティビティっていうわけでそれがエキサイティングでもあるわけでしょでそうすると一発でゴールにね行けるような仮説というかね答えがあったとしてもそれって面白くないとも言える、うん、わけさだからこそむしろ仮説でいいよねっていうふうにポジティブに仮説仮のものを持つっていうことに自信を持ってほしいというか。そそうするるとその人は行動できるし 感覚としては自由になれる気がするのん答えがないと覚えちゃだめだって思ってる人はきついと思うんだけど仮の説を持ってそれに基づいて実験的にやってもいいんだっていうふうになるとちょっとここの他が外れるよねそうそうでどんどんやっ,ちゃおうやってみようぜってなれると思うんですそういう人って多分成長早いよね。そうそうそう とやっぱ仮説を持つということの感覚を知るっていうことがすごく大事で。まあ有名な人ね、結構ね、仮説を持とうみたいなことをよく言うけど、まさにそういうことなのかなっていう感じがす、うん。なんかそこの理屈を紐解いて、うまくつなげて考えて整理するのは大事ですよね。今言ってくれたのは、先生的にこの、うん、なんだろう。 優秀な人材っていうのはいわゆる平たく言うと成果を出せる人間だった時に的のいい成果質の高い答えみたいなのを出せる人は多分仮説を持つのが上手うま、ん、い,い,い成果いる出せてるでその仮説を出すためにはやっぱこう自分の視点じゃなくっていろんな立場やその実際に使う人とかになりきって物事を考えて。うん こう的のいい答えをうまく作れる人間だから、まあ、仮説持つためには視点を移行するっていうか視点を持つことが大事で。うん 多分その視点を持つのがうまい人ってコミュニケーションを取るのも上手まうまい、ね、っていう部分で多分、就活とかでは企業が求める人材としてコミュニケーション能力が高い人っていうふうに言っているけどそこは意外と深い話だったってことですよね。企業の人たちってね多分感覚的にそれを見てるんだと思うよねかだから面接を何回も何回もやるのさでその人となりを見るみたいな言い方をするんだけど学生側からするとどこ見てるのかはっきり言ってくださいっていうふうに思うよね。<laughs> だ メカニズムを今解説してるわけなんだけどそれをそのパッと説明できる人っていうのは少ないような気がするんだ,だからこそ例えばこういう話を聞いた時にそこの能力を鍛えていけばいいんだっていうふうにこう思ってもらえるかどうかがすごくこういいような気がするんだよね。 だからまあその日常生活でも多分磨きるこ部分ではあると思うからう、ね、まあ少なからずこう優秀な人材みたいなところを目指している人にとってみれば日々の,このコミュニケーションの中でも自分の一方的なこうコミュニケーションでバーってこう話すとかじゃなくて、うん、相手の意図を探りながらこう的のいいコミュニケーションを取っていくようにすれば、うんね、まあ仕事力みたいなところも上がっていくんじゃないかってことですね。うん、ね、うん OK、ですすありがとうございますす、はいまは こういったコンテンツを日々作ってますので何かこう聞きたいことであったりとか普段の学生生活キャリアのことで質問がありましたら是非コメント欄でもいいですし概要欄にあるリンクの方から質問ボックスを送っていただければと思いますまたこういった動画制作の方にも興味がある学生は今すごく募集していますので、まあ、編集であったり制作の企画であったりそういったことに興味がある学生も是非コメントやメッセージをお待ちしておりますのでお気軽にお申し付けください待ってますお願いします